ゲームが早速スタートしそうです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。こちら、平山レイさん。サティムリクロマネーション。荒野の再生デッキですね。対するユーリさん。スルタイラムと。さあ、先行はユーリさんです。さあ、この、どうですか平山さんの手札、ないし、まあ、ゲームプランとは。まあ、荒野の再生が、ゆうりさん、ちょっとラウンド引けなかったのかな、これは。あ、そうですね、先行でしたからね。はい、で、結局こうなりますと、まあ、結局、その荒野の再生が出ちゃうと、まあ、対応できないっていうところで、はい、まあ、ちょっと差が出ちゃうのかなっていう。さあ、なんとかグロースパイラル、成長の螺旋で。から、また黒マナがないんですよね。うん。ちょっと黒マナ欲しいですけど。あ、しかももう荒野からもうサメまで行けますし、まあカウント一回挟んでもいいですし、バントレッションも構えれるんで。はい。これはペース的には相当に、平山さんの方に部が今傾いているのかなという気がします。まあこのマッチアップ、やっぱランド詰まった方はだいぶ厳しいので、基本的には土地を伸ばせないと、その時点でだいぶ厳しい点がなのかなという、ね。さあ、ここでウーロからもまあ土地が出てこず。はい、そうですね。さあ、その間に平山さんは土地を伸ばしていきます。まあ、多分、ゆりさん的には、まあ、多分、妨害できる、その、ハンデスとか、はい、そういう反動だとは思うんですけど、まあ、ちょっと引けなかったですね。うん、まあ、リスクある反動をキープした。けど黒マナが引けなかった、どっちが引けなかったっていう、うん、まあようには見えますよね。はい。さあ、荒野の再生が場に出ました。さあ、土地が伸びてないユーリさん。さあ、ここはなんとかグーワの小道。そうですね。さあ、なんとか4マナまで到達しております。ここのプレー、沼を持ってきました。ああ、まあ、手札は、そうですね、ハンデスあると思います、多分。まあ、リスクある反応をキープしてたので。さあ、雲の開墾。まあ、ここ、ディスピ、神秘の論争打ってもいいですけどね。あの、打って、まあ、次、こうやら再生から、でかいハイドロイド出すっていうのも、はい、ハイドロイドじゃない、サメを出す。はい。っていうのも全然いいかなっていう。あ、なるほど、スタックでサイクリングですね。なるほど。まあ、もう、押していくってことですよね。はい。さあ、これ、こう追加していく。読んで。さあ、神秘の論争がサイクリングのドローでもたらされました。そうですね。うん。まあ、こうなると、まあ、結構ね、受け入れ的には引いて、あ、なるほど、再生抜くんですね。論争2枚は、まあいいかと。うん。いうことなんですかね。まあ、結構論争、で、なんか、このサメ、殴られながら蓋されるの結構厳しそうだなっていう気もするんですが、はい、うん、まあ、とりあえずここはドローで良さそうですね。そうですね。ドローして。さあ、サメ、台風からのサメで攻撃。そうですね。ここ X6、じゃあ4、5、6、7、X7 か6でサメ出すのがいいかなって気がしますね。うん、まあ、その、論争構えれる。マナがあれば。はい。あ、なるほど。バントレス城を起動する。はい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 。じゃあもう発展葉っぱを探しに行ってるんですかね。うん、なるほど。はい。なんかここは結構サメサイクリングしてもクロックかけて、神秘の嘘構えたら勝てそうだなと思ったんですけど、うん、まあ、プラン的にはどっちかっていうと、その大きな必殺技で、まあ、一気にとどめを刺すっていう選択肢を平山さん取ってますね。さあ、手札、神秘の論争2枚見えてます。さあ、ここは思考消去。おそらく、サメを、また全力でプレスするんじゃないですかね。はい。はい、さあ、またしてもサメ台風、サイクリング X4 で。さあ、起動していく。さあ、1構えてと。あ、3にしましたね、うん、そうですね。さあ、ここ、
まあ3歩4歩クロック数的には多分変わらないので、まあ多分墓地がもう5枚あるんで、ウーロがこのターン土地置かれると戻っちゃうのかな。これで5枚以上ありそうなんで、まあ、それをケアしたっていう感じですかね。ウーロバックだけまあケアしようという感じには見えます。まあ、平山さんも墓地もしかしたら5枚もあるかもしれないんで、次ウーロ戻るかもしれないですね。なるほど、ウーロが脱出してくるか、ここに。なぜかナーセット。いや、ナーセット通しても良さそうですけどね。まあ、落とせますし。うん。そうですね、通しましたね。はい。まあ、ちょっと戦争の犠牲とか、もっと通せないカードいくらでもあるので、はい、まあ、ナーセットはそうですね、新しいカードに変わるだけなので、まあ、カウンターカード使わなくてもいいのかなっていう気がします。うん、あ、ウーロ戻りますね。今光ってたので。でウーロ戻して、オプト打って、まあ、カウンター、レイキの疾風だったりとか見つけるだけで、はい、まあ、ほぼほぼ、この CM は、まあ、掌握したかなという感じがしますね。まあ、ちょうど5枚ですね。さあ、サメに加えてウーロも登場。もう、ショックにしちゃっても、まあ、いいですし。うん、ライフはね、正直、あまり多分影響がない領域なので。はい。まあ、現状は何もないですが、まあ、出品しちゃってもいいかなという気もしますね。あの、たっぷりしましたね。はい。うん。まず、オプト打つのか。まあ、バントレス城を先に起動して、あの、まあ、カウンターとかを見つけてからオプト打つっていうのも全然あれだと思うんで。まあ、ここはマナの使い道的に一旦こうして、青ですね。青。赤と、まあ、出して、山とバントレス城かな。そうですね。はい、バントレス城起動しました。はい、さあ、戦術に、どちらもボトム。まあ、いらないですね。うん。まあ、かなり盤石だと思います。あの、戦争の犠牲しかもう、こっち的には脅威じゃないんですけど、はい。神秘の論争があるんで、相手もそれは通らない、うん、分かっていて、プレイすると負け、まあ負けではないですけど、ほぼほぼ、詰んでしまうので、まあそれもプレイできないと。まあこの他、ウーロを処理するようなカードをとりあえずプレイしなければいけないんですが、それもできないと。うん、ハイドロイド混成対応。はい、そうですね。どうでしたで、オプト。はい。はい。あ、いいですね。ザガシップ。そうですね。まあ、ここカスト打つのがいいかなって気はしますね。カスト打って。まあ、シンピオロースは持っといた方がいいんで。まあ、ガスト。まあ、トップで、ハイドリードガスト打って。うん。で、ロースは持っとけば、まあ、もう、ほぼほぼ手堅いかなっていう気がします。はい、次あのハイドロイドプレッシャーもう負けてしまうので、まあ、ハイドロイドはもう次はプレイできるので。うん。さあ、ここドローとライフゲインだけ行われました。さあ、選択。さあ、ゆりさん、残りライフ16。こちら、平山さんの方には、443366と。最近13点。そうですね。まあ、葉っぱ引いても勝ちですし、まあ、追加のカウンター引いても、まあ、もう、そもそも何も引かなくてもね、まあ、盤面と手札見比べてみると、否認否認。対抗すること。あ、これもう、勝ち確定ですかね。否認が入ればもう。さあここは選択で手札に加えていきます。そうですね。で、加えた上でバントレス城を起動して、うん、まあ、盤石を期すといった感じだと思います。さあ、万全の体制。これは決勝へ向けて、まずは1本。さあ、発展葉っぱも見つかる。まあ、戦争の犠牲ってカード自体は、通りさえすれば、うん、まあ、まあまあクリティカルに刺さるんですけど、はい、まあ、やっぱ、なかなか6マナのソーサリアクションって、
の緑のカードはちょっと通りづらいですね、はい。あの、緑かつ、クリーチャー以外の呪文。はい。なので、まあ、否認、論争、まあ、シップ全部当たってしまうので、まあ、基本的にはちょっと通らないかなっていう。そうですね。ここ、あの、論争で、まあ、ここ払ったら、まあ、上の飛行の7点クロックがもう止まらないので。まあ、払ったら、まあ、勝ちなので、こう、論争を打って、払わせて、はい、まあ、上だけ殴って勝ちですかね。はい、そうですね、はい。さあ、お見事。一本目取りました。そうですね。まあ、ちょっとやっぱ土地の差があった分で、だいぶアドバンテージがあったので、まあ、そうですね。ちょっと平山さんもね、その隙を、はい、逃さず、しっかりサメを出してって、殴り勝って素晴らしい展開だったと思います。さあ、ここからサイド、ここ、スルタイランプに対してはどういったサイドプラン、サイドカードあったりしますでしょうか？そうですね。まあ、基本的にやっぱり今みたいなプランでゲーム進めておきたいので、まあ、対戦相手は基本的にそのハンデスを追加で入れてきて、っていうことだと思うので、うん。ちょっと待ってくださいね。キリスト。そうですね。ハンデスとかしか入ってこないと思うんで、あとは、歪みですかね。はい。はい。ヨジレットはハンデスしか入ってこないので、ただ、犠牲を減らしてこの辺を入れてくると思うんですけど、まあ、あんまり変えなくていいのかなって気はしますけどね。そんなに大きく変える必要ないかなって気はします。さあ、ユーリさんもサイド終えて。その平山さんのリストが結構サイド後、その、なんかベーシックな形っていうよりは、まあ、そもそもこういうレンジのデッキに対して強い形になってるので、はい、まあ、大きくは変わんないですよね、平山さんの方は。そもそも強いよっていう。さあ、もう、ゆうりさん、またちょっと色マナが、ハンデスはいっぱいあるけど、色マナがないみたいな。攻めきれないみたいなハンドになってしまっていますが。まあ、これでも青マナさえ引ければ多分、その、ウーロまで繋げてっていうプランを見てると思いますね。まあ、ただ、沼なので、ウーロもちょっと、だいぶ、多そうで、ではありますが。さあ、ドローは。犠牲引いてきてるってことは、抜けないのかな、はい、犠牲は。わからないです。減らしてる犠牲を引いてきてしまったって可能性もありますけど。そうですね。テフェリーが入ってない、あの、バンドと違って、スルタイには、軽蔑的意識すごいね。効果的ですよね。うん。あー、青マラ引けない。いやさっきはね、黒マラが引けなくて、今度は青マラが引けない。青マラと。はい。勝った平山さんはウーロ。そうですね。まあ、普通にマナベースは、トライオームが4枚入ってますし。うん、ただ、ちょっと、あれですか、まあ、基本地形ちょっと多いですね。7枚入ってますね、基本地形が。あ、なるほど。のデッキは。はい。ちょっと基本地形が、フェッチ4枚入ってるとはいえ、ちょっと多いかな。これトライオームを出して、まあ、黒がちょっとタッチ気味なんで、うん。黒がちょっと少ないのかな、本当は。そうすると、まあ、その黒が、ちょっと立て続けに来た。1本目はそうですよね。2本目はちょっと青丸引けてないって感じですかね。うん、まあ、こうなると、ちょっともう、青が1個しか使えないじゃないですか。はい。なので、手数でちょっと差がついてしまうかなって感じですね。うん。一旦、その、4丸あるんですけど、一旦に1回しか動けないので。まあ、もうハイドロイド X2 で青マラの追加を探しに行くかっていうのも全然あるかなっていう。あ、エンド、螺旋か。螺旋を打っていく。うん。さあ、レイさん。さあ、成長の螺旋。さあ、手札にカウンターがたくさん集まってきますね。まあ、相手のハンド状況がわかんないですからね。ただ、カウンターがやっぱ入ってないんで、はい。あの、ユーリさんのリストは。はい。はい。まあ、正直、伸び伸びプレイできますよね。うん。さあ、思考消去。これは、どうですかね。まあ、正直何抜かれてもあんま変わんないんで、もうサメを X2 で出していくかもしれないですね。
はい、そうですね。うん。まあ、このターン、その3マナなので、まあ、なんかそんなに、アクション、強いアクションされることは多分ないっていう。はい、ここはサメを出していきまして。そうですね。で、ランド引いたので、あの、ウーロ出しつつ、まあ、2マナのカウンターを、まあ、構えられるっていう。軽蔑的な一撃が、まあ。そうですね。では、次多分、イーザーガストも抜いて、まあ、軽蔑的一撃だけにするのかな、ハンデスで。さあ、ここは、しばし考えてと。さあ、霊気の疾風を抜いていった。平山さんはここでウーロをプレイ。そうですね。うん。さあ、もうこう、追加で森もプレイしていき、手札には8点8本も到着。そうですね。うん、まあ、こうなってしまうと、まあ、おおむねほとんど、すべてのカードに対しては、対応できるので、はい。まあ、スルタイ側からすると、だいぶ厳しい展開ですね。まあ、こう、X4 でプレイするんですけど、まあ、これもまあ、軽蔑的一撃があるので、カウンターできますし、うん、まあ、これね、ハンデスから入ってきた相手に対して、8手8波で1回コピーして、相手のその通したいカードも抜けるので、うん、まあ、かなり盤石とも言えますね。はい。軽蔑抜こうとしたハンデスをまあカウンターして、っていうのもできるので。8点で7。おっ、これはもう。さあ、残り7、それが削れたらもう。これはまあ、あれ？手札的にはもう詰んでますね。はい。はい。ハンデスを、発展葉っぱでコピーして、勝ちだと思います。まあ、正直 X4 でプレイしてもまあいいですけど、うん、まあまず螺旋からプレイしてもいいですよ。まあ、どっちかですね。螺旋からプレイして、まあそのコピーするかどうか決めてもいいですし、あ、もう X4 で打つんですね。なるほど。まあそれも全然ありだと思います。うん、まあこの辺がやっぱカウンター入ってないっていうところを見て、っていう感じですね、多分。まあ、一応これだと、あ、でもショックインしかないので、積んでますかね。ニッサを出そうとするとライフ1になるので。はい。はい。1だと飛行クリーチャーで負けてしまうので、まあ、これでまあ積みですね。いやー、平山さん、行きましたか。行きましたね。いやー、すごい。やはりちょっとゲーム展開的でこうなりがちなので。はい。やっぱり